はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。カルチャビッター始めていきたいと思います。次が佐世保ドッグスか。練習試合もできますけどね。飛ばしていきましょう。ということで、今回は11位、佐世保ドッグス戦です。まあ、2位がかかっているので、ここは普通に負けられないですね。行ってみましょう。スタート。勝率 61%。 ちょっと絶対と宗教、それでも勝つでしょう。状態を良くしながら試合に出すことがすごい重要です。キックオフ。ちょっと危ない。うまい。うまく拾った。さあ、ここは相手にボールを渡したい。有利なチャンス。公式戦最終戦ですからね。これで2位以内を確保できるかどうかが決まってきます。あ、やばい。1人だけでよかった。ボールを渡してしまいます、相手に。これは良くないな。あ、やばい。もう美穂がうまく返した。高さはこちらの方が上回っているか。ゆうなも力つけましたからね。しっかり決めてほしい。うまい。さよ自身が入った。入りました。点です。均等な勝利だろうって言われてますね。まあ大体11位、佐世保ドッグスも残留は決めたいので、気持ちはちょっと辛いかもしれないこともないか。まあこちらも2位以内かかってますからね。相手が残留かかっているのと違って、やばいな。イエローカードもらってしまいました、ゆうな。怒ってサイン会をカードにいただきましたが、もう危なかった。あ、ここは深追いは禁物ですね。さあ、反省のカードを次々いただいてます。とにかくこの試合勝つことです。はるか自身が飛び出してきました。あっと、危ない。ちょっとやばいか。お、ここは相手のパスがちょっと大きすぎていたのが助かりました。お、戻します。お、おっとサイドへ。さつき自身がちょっとシュート焦ったか。いいか。お、これはうまいがオフサイドか。完全に張り出してますね。これで多分前半終了だろうな。うん、終了です。ユーナとサヨが疲れてますね。いうことで、緑に交換しましょう。みんなお疲れ様。まだかな。ヒラリとクラリス。これで交代枠を早くも使い切ります。トライ。こ危ない危ない。球がうまいこと運びません。早く追加の2点目を入れたいところ。バックパス。バックパスじゃないけど、さあ、さつき、高い。浮いてしまったボールが。追加点を。波がぶつかりました。エリカ。ダイヤ飛び込んでいくのは。さあ、ここ美穂が。これは。ただ、まだチャンスは続く。ノーホイッスルか。反則は取ってくれませんでした。ここはやばいな。バックパスなんでさあ気をつけないと。ここでおお危なかった。明らかに大ピンチでした。さあ逆サイドさつき、これはファウルです。さあイエローカードです。長江にイエローカード。直接キャッチされてしまった。大京戦はきついですからね。さあこれは出ましたね。残り10分を切っております。時間が刻々と過ぎていく。おっと7個。おしかしスピードが全然ないな。7個かなり走力はバテております。見てください。これスタミナが結構バテてる感じですよね。緑はまだ余裕がありますが、さあ残る時間がもっと短い。さあアディショナルタイムへ。さあ最後のチャンスかな。緑反対に出して緑と外したが、ここで試合終了。倉岡リバーズ1対0で勝利です。これが結果的に唯一を打って決勝点となりました。入るかって思いましたね。最後結構長いペナルティーエリア外から切りましたからね。ちょっとこれさつきが焦りすぎた。てくれなかった。逆に最大のピンチでした。ここはなんか来て2先当たったんですが、相手のシュートも正確じゃなかった。7個ももう疲れてます。完全にパスしてもよかったのか。無理せずいいでした。さあ最後です。試合終了直後、さすがにちょっとこれは厳しいです。シュート本数自体は佐世保ドックスの方が上なんですね。課題は10個フルにいただきました。勝利とともに大きな成果です。2位はこれでキープしましたよ。首位はできませんでした。6点差でしたが2位筑波長間ダニ勝利いたしました。ということで、アジアチャレンジトロフィーの出場権を獲得ということですね。来年もリーグ戦忙しくなってしまいそうです。本当にそうですね。さあ、エルガード欧州です。疲れてる選手もいますね、何人か。出られない選手がいる。誰だ？カブリーニ。結構いい守備の選手じゃないかな。ちなみに浅草ライモン1対0か。今季は5位となっております。まあエルダード欧州ってきつい強豪チームですよね。クラーク・アリバーズは2戦とも負けてますね。プラス大阪は引き分けと負け、スパラガは引き分けと負けということで、タルマミラージュを引き分けたのも痛いですね。0対0。外国人が多い構成ですね。ジャパンカップ2回戦負けとなってしまいましたが、今季は頑張りたいところ。ただですね、まだ聖書を獲得することはできないということで、次回はユーダード欧州準決勝戦です。ここも勝って決勝に進出したいと思います。応援よろしくお願いします。応援といえば、ぜひチャンネル登録、高評価、お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。